サウナの健康効果。サウナは徐々に温度が上がっていき、トルコ風呂のようにリラックス効果があります。今では世界各地で見られるようになったサウナは、北欧で発達し、フィンランドで現在の形になったと言われています。伝統的なサウナでは、木でできた階段状の座席があります。木を使うのは、温度が上がっても快適に過ごせるようにするためです。通常サウナストーブは部屋の中央に置かれ、これが熱源となっています。その上にあるサウナストーンは、ストーブの熱で熱くなり、水をかけて蒸気を作ります。現代生活のストレス解消にもサウナはおすすめです。今日はサウナが健康にもたらす5つのメリットをご紹介します。 1. 毒素を排出。バランスよく定期的に熱を加えることで、体は汗をかき、血液中の熱が皮膚の表面から汗となって排出されます。つまりサウナによって体に有害な毒素の排出が促されます。15分間サウナを楽しむことで、1日に通常排出される量よりも多くの毒素を排出することができると言えます。 2. ストレスの軽減。心身をリラックスさせることは、健康的な生活を送るために必要不可欠です。研究によると、サウナにはストレスを軽減する効果があることが明らかになっています。サウナに入っている間は、筋肉や神経がリラックスするため、ストレスが大幅に軽減されるのです。3. 肌への効果。古くから皮膚病の治療に用いられてきたサウナは、代替医療としても知られています。毛穴を開くとともに、細胞の再生にプラスの影響を与えます。同時に血行を促進し、毛細血管にも効果があり、より滑らかでツヤのある肌をもたらします。また皮膚組織を強化し、シワを防ぐ効果もあることも研究で証明されています。 4. 体の抵抗力がアップ。水蒸気サウナでは、風邪やインフルエンザ、気管支炎などの免疫系の病気から身を守ることができます。高温により血液細胞の数が増え、ウイルスなどの有害物質が排出されます。そのため病気にかかるリスクを最小限に抑えられるのです。定期的にサウナに通っている人は、免疫力が高く、病気になりにくいと言われています。 5. 睡眠の質を改善。サウナはエンドルフィンレベルのバランスをとり、体をリラックスさせます。つまりサウナが質の高い睡眠をもたらすのです。健康的で深い眠りは体に非常に有効です。サウナに週1回以上通っている人を対象にした調査では、参加者の睡眠がより規則的で質の高いものになったという結果が出ています。ただし、肺結核、転換、心臓病、内臓の炎症などがある人はサウナは避けましょう。しかし健康な人は週に1回サウナに行くと効果が期待できるかもしれません。